投げはなんと昔までは身長の2倍投げてれば高い投げだったんだけど、身長の2倍以上になりました。これは投げる力がね、ジュニアの子とかはないから大変ですよね。はい、皆さんこんにちは。トコフィットリズミックジュムナスティックスのさとこです。今日は新ルールの D 難度についてお話ししたいと思います。で、毎回言いますが、私の情報が 100% 合っているわけではないし、お伝えしきれてない部分はたくさんあると思うので、皆さんの周りの審判の方とかコーチの方とかとその都度お話しして情報交換してください。で、もし間違ってたりうちと違うなっていうのがあれば、コメント欄にぜひ書いていただいて、私もそれで勉強ができるので情報交換したいなと思うので、ぜひ連絡コメント欄にお願いします。結構ね、インスタグラムとかで連絡くれる方がいるのですごく嬉しいです。勉強になります。ありがとうございます。では山場の D ですね。まず審判は身体難度を見る人と手具の難度を見る人が分かれます。で、これを考えておけばちょっと迷った時にクリアになることもあるので、まずはその審判が分かれるということを覚えておいてください。次です。大きく変わったのはまず難度に制限ができたってことですね。シニアは身体難度が9個まで、ジュニアが7個。昔はアンリミテッドでもう入れれば入れるほど良かったんですよ。この制限ができたことによって1個の難度が高い方がもちろんいいですよね。ちょっとこの難度できないからもう1個入れちゃおうってことができないので、入れた順から数えられるっていうのを覚えておいてください。9個まで。で、手具の難度の DA も制限があって、シニアがマックス20個、最低1個で、ジュニアが15個マックスね。で、初心者とか中級の人は20個も15個も入れられないと思うので、確実にできるものをまあね、1個以上入れればいいんですよ。マックス入れなくても大丈夫で、入れてミスするんだったら入れない方がいいっていう場合もあるので、その辺をね、戦略としてコーチと選手と話し合っていただければいいと思います。簡単にできるのもあるから、そういうのを入れればいいと思います。で、ダイナミックエレメンツオブローテーションのね、 R 投げのことです。投げて回転するのも、シニアがマックス5個で、ジュニアがマックス4個。多分この数字は間違ってないと思うけど、もしかしたら試合によって違うかもしれないので、その辺はチェックしてください。ちなみにね、アメリカはね、レベルが分かれていて、今6がいるんですけど、トコフィット6は投げて1回転して取ればいい、それだけです。で、7、8ぐらいからは2回転出てくるんだけども、それもちょっと今年 R が変わったので変わってくるかなっていう感じですね。だけどやっぱ変わらないのは、投げてローテーションしてキャッチの仕方とか、そういうのはやっぱりローレベルでも上のレベルでもやっぱりきちんとできた方がいいので、何回転できたからすごいじゃなくて、投げ方とか取り方とか、そういうのをしっかりできるようにしていければ上のレベルに行った時につなげられるかなって思います。で、次です。フルバディウェーブね。バディウェーブを演技中に2個入れる、ジュニアもシニアも。去年はさ、多分波動とかでも手だけでも良かったんだけど、多分ね、今回はフルバディウェーブ、膝から頭までをしっかり使ったフルバディウェーブです。で、E の動画でもお伝えしましたが、今年からはフルバディウェーブがしっかりできてないっていう原点もあるので、動画うちありますけど、必ずこの骨盤の部分ね、骨盤の部分をしっかり動かして頭まで入れると、背骨と骨盤と膝の関節と全部動かすっていうことは、膝をついたバージョンのウェーブは取ってもらえない。で、このバディウェーブがちょっと引っかかるのが、バディウェーブの難度があるんですよ。いわゆるこう昔のこの1、2、3ってやってたやつが 0.1 で、後ろのバディウェーブが 0.1、 まあサイドもなんですけど、それぞれ 0.1 になっていて、構図ありっていうのが 0.2 で、構立ちが 0.3。 このしっかりしたバディウェーブを入れてしまうと難度としてカウントされてしまうので、演技の中に入れなければいけないバディウェーブだったら、そこまでこうやらなくてもこう
波打っていれば大丈夫なのです。必須のバディウェーブで入れるのか、難度として入れるのかね、それをジャッジが見やすいようにクリアにしないとおろってなるから気をつけてください。で、難度として入れるときはいわゆる基本的な手具操作、まあリボンに例えますけど螺旋とか打計とかをしながら難度をやるので、ただのウェーブを入れるんだったら、ただのウェーブっていうのは内容に入れなければいけない2つのバディウェーブね、それをするときは手具が動いてればいい、振ってもいいし払ってもいいし下げてもいいしってことです。だからさ、基礎の手具操作をしながらバディウェーブをしてるなら難度としてしまうけど、ただの動いてるバディウェーブであれば必須要としてのバディウェーブってこと。だからまあ審判をしている時は手具を見ればいいってことでもありますよね。で、難度をしながら DA もできるじゃないですか。だから例えば高く投げてキャッチしながら構図割りとかでもできるし、投げながら高立ちとかも例えばできますよね。一応 DA で入れてもいいし、それをバディウェーブとして使うっていうのも多分ありなんだけども、私はその他2つ難度を終わった後にウェーブ入れるとか、動きながらウェーブ入れるとか、体全体使ったバディウェーブを入れられるんだらば入れた方が無難だと思います。要は審判にクエスチョンマークってさせない方がいいので、でバディウェーブの中に2個演技に入っていないと 0.3 の減点されるし、バディウェーブが確実にできてなくても、まあ、0.1 とか減点されてしまうので、まずは入れて確実にやる。必ず頭の先まで全身を使ったウェーブが求められます。で、次です。 DA の制限ももちろんありますね。先ほど言いましたマックス20で、ジュニアがマックス15で、 DA をバディウェーブと一緒にできるんですけど、それも制限があって使えるのは9個までで、ジュニアは7個までで、そうです。で、基礎的な手具の要素をしながらの DA も必ず入れること。転がしながら、小さな投げをしながらとか、 BD ばっかり、例えばバランスしながら後ろで投げるとか、そういうのばっかりやらないで基礎的な要素での DA も入れること。特に転がし系はね、結構点数が高いので転がし系でできると良いです。去年までは膝をついていれば床上での加点になったじゃないですか。それが今回は寝っ転がった状態ですよ。だから胸の部分か背中の部分が床についている状態でないと床上での加点にはならないので気をつけます。膝でゴロゴロ回ってもダメだし、座った状態もダメだし、とにかく寝っ転がった状態、芋みたいにゴロゴロなった状態じゃないとダメ、うん、で、うつ伏せになりながらフープを背中で転がす。転がしは横からしたら視野外じゃないから、昔は後ろ通ってれば視野外だったじゃないですか。それが始まるところを気をつけなきゃならない。だから横からこう始めるのは視野外じゃないです。こう始めるか後ろから転がすかでないと視野外にならない。はい、次ローテーションです。あー、ローテーションで一番変わったのは、投げてる最中に2回転以上しないとダメってことですね。昔は前方しながら投げてキャットリープしてキャッチでも2になったんですよ。だけど新しいルールは、その投げながらとか取りながらっていうのが基本的にローテーションの中に入らないので、ただ投げてシェネシェネして片手でキャッチするっていうのでも、ただの R2 にはなるってことです。なので手具が上がってる最中に回転2回転以上ですね。それが大きく変わったことです。で、同じボックスの中、同じシリーズのアクロが使えないので、それもちゃんとチェックしてください。例えばね、両手で測定しました。じゃあ次は片手で測定していいのかっていうのを使えない。まあちょっと昔からも多分そうだと思うけど、垂直の回転はシェネで使って、じゃあ次片足でパスみたいに回るみたいなのとか、ジャンプで垂直跳びみたいなのも使えるらしい。この回転で、どうかな、入れる人いるかな。シリーズ3回やったらシリーズなんですけど、トスして潜り潜り潜りしてキャッチ、あとは前転前転前転と、でジャンプターンジャンプターンジャンプターン、これがシリーズ。シリーズをやるとまた加点になるっていうことです。3回のね、1個が単独のものを3回やる。シェネシェネシェネってどう、ダメだな。
シェネはダメ。ジャンプターン3回、潜り3回、前転3回とかですね。ただ潜りの場合、イリュージョンの場合は手足をつかない状態で 1,2,3 回らないといけないんだと思う。なのでそれも気をつけてください。でジャンプ前転ね、例えばじゃあジャンプ前転前転前転やったらシリーズになるかっていうと違います。ジャンプ前転で1個で、そのジャンプ前転が単独の動きじゃないから気をつけてください。あんまりこれやる人は、動画見てる人たちはいないと思うんですが、まあ覚えとけばいいじゃん。ジャンプ前転前転前転はシリーズじゃないよっていうことぐらいかな。うん、次リバウンドキャッチについて。リバウンドキャッチはバレーボールみたいに投げてここで跳ねてキャッチしてもリバウンドだったんですけど、それができなくなります。手出し、肘曲げて、ここは多分 OK。 これは投げてリバウンドしてキャッチは多分大丈夫。すごい使ってますよね、団体とか。まあ団体の種類、違う種類のキャッチとして多分使うのは大丈夫だし、個人も違う種類のキャッチとして使うのは OK で、だけどリバウンドの加点はならないよってだけです。ここ使ってもいいんですけど、リバウンドは投げて床ついてすぐ膝の裏でキャッチするとか、この後ろでキャッチするとか、あとは背中ね、視野外の背中でキャッチして取るとか、床からバウンドしてすぐにキャッチした状態になるとリバウンドにならない。次、投げと操作について。投げはなんと昔までは身長の2倍投げてれば高い投げだったんだけど、身長の2倍以上になりました。これは投げる力がね、ジュニアの子とかはないから大変ですよね。今回は個人ですけど、団体もそうなったので高く投げないといけないから、ちょっとこれは大変かなっていうところですね。で、操作は区分けされたんですよ。レベル1、レベル2、レベル3って。頭から肩までがレベル1。チェストからウエスト、胴体の部分ね、これがレベル2。で、ウエストから下の部分がレベル3です。Okay? そうなるとですよ、同じ手具操作は使えないじゃないですか。だから頭の上で持ち替えながらやって、次のジャンプターンの時にお腹の周りで持ち替えました。これは OK じゃないですか。なんだけど問題は足の部分ですよ。パンシェとかをしながら軸足の周りで持ち替える、これは OK ね。で、次の難度の時にジャンプターンをしながら足の下で持ち替えるっていうのは、両方レベル3の持ち替えでしょ。腰から下の部分で持ち替えてるから、これが繰り返しになっちゃうから2個目にやった難度が取れないです。だからちょっとこれは頭使うかもしれないです。ジャッジも大変だね。だけどパンシェの時にスピンしながら持ち替えてれば、ジャンプターンで足の下で持ち替えても、ただの持ち替えとスピンとひねりと違うから、それは大丈夫なんじゃないかな。ちょっと変えれば大丈夫。全く同じものを同じレベルのところでやると難度が取ってもらえないので気をつけてください。で、新しい基礎的な手具操作もリボンのスティックがリボンの中に入る感じのアイスクリーム、4回5回ループ書いてスティックこう串みたいになるやつ、あれも基礎的な手具操作になりましたので、それしながらバランスとかねしても OK。 ブーメランも手具操作になって、ブーメラン中もしくは投げ中に難度ができるようになった、これ新しい。例えばブーメランをやりました、サイドバランスしました、キャッチしてもそれ手具操作、ブーメランね。多分それ昔でできなかったと思う。で、あとは高く投げてバランスするとかね、エカルテするとかね、パンシェするとかね、投げながらじゃなくてみんな投げてバランスしてキャッチでも大丈夫になった。ただしリボンとしよう、ブーメラン中もしくは投げ中です。だから2個入れられないっていうのを気をつけてください。ブーメランか投げ中のどちらか1個です。次、コンバイン DB、 いわゆる難度と難度をつなげて1個の難度にしちゃおうってわけですよ。例えばバランスフェッテして、その後パンシェの前でこう反るやつとかね、あとは例えばアチチュードターンしました、その後にパンシェバランスとか、そういう感じです。とにかく1個の難度と1個の難度をくっつける、難度が演技の中に1個入れて OK。 気をつけなきゃいけないのはバランスとバランスのコンバインを入れるときは両方ルルベじゃなきゃいけないんですよ。昔は1回かかとついて次やっても大丈夫だったんですけど、それがダメになる。ローテーションの場合もそうです、ローテーションは昔からそうか。
例えばアティチュードしてルルベのままリングターンに行くとかは途中でかかとつけない。でエクセプションがあって、2つ目の難度がパンシェの場合はかかと下ろしても良いらしい。アラベスクのターンをしました、その後にパンシェはかかと下ろしても大丈夫で、一個一個の難度をつなげるんだけども、手具の操作は一個の難度につき一個ないといけない。だからずっと螺旋をしてたり、ずっと同じ回しをしてたりっていうのはダメなので、一個一個手具操作をするということです、という感じです。まだまだ細かいところは見た方がいいんですけど、とりあえずこれさえ押さえとければ多分大丈夫だと思ってます。簡単になりましたが、ディフィカルティ以上で終わりたいと思います。はい、ではこの動画が役に立った方はぜひいいねボタンと、ぜひチャンネル登録をお願いします。ふう、いっぱいありましたが、新ルール、ルールが変わるときは結構皆さんね、他のやることもあるし、ルールも覚えなきゃいけないし、審判の試合、試験もあるし大変だと思いますが、皆さんで頑張りましょう。さようなら。